今日は雑談です。こういう流れで新人賞受賞作家は自滅して消えていく、まあそんなような話をしていきましょう。新刊家康の選択、小牧長久手、大絶賛発売中。小説家鈴木喜一郎の小説講座の放課後ラジオ。まあ何年かに一度新人賞の受賞作家の大体9割ぐらいが2作目を出せずに消えていくんだけど、まあ消えていく流れでいろんなパターンがあるんだけど、まあ自滅していく、後ろ足に砂をかけていってもう二度と浮上できないような形で自滅していくケースっていうのは、まあ何年かに一度そういうケースを見かけるんだけども、まあこの間久しぶりにそういう案件を見たので、まあ久しぶりにそういう話をしようかなっていうことです。先に釘を刺しておこう。新人賞を受賞した程度の作家ってのは、その小説家のランクとしては一番下なので、吐いて捨てるほどいるんだから舞い上がるなよっていう、まあそんな話です。まあそう、この間ネットで見たパターンは、これさ、もう反動したようにみんな同じようなパターンなんだけど、新人賞を受賞して、で受賞した作家の方に、まあ編集部の方の連絡ミスがある。大抵はまあ連絡ミスというか、まあ後でいいかっていうふうにする。それを見た著者が激怒する。でそれで出版を撤回する。でそのいきさつを SNS で暴露して、作家側がね、こういうことがあったからねってで暴露して、でその他大勢の作家が、なんてこと、編集部はひどいことをするんだって言って、やいの言うっていう、もう決まりのパターンだな。で、まあこれね、詳しいいきさつ言おうかなと思ったけどやめた。自分で調べて、だいたい何年かに一度必ずこの手のことあるので、で SNS で公表される場合もあれば、そのデビュー元の出版社じゃないところで、これこれこういう目に遭いましたよっていうふうに本書籍という形にして、最後ペンみたいにして形に本にして、そして消えていくパターンもある。それだけ見てみると、なんかものすごくこの作家って不条理な目に遭ってるよねって見えるかもしれないけど、いや僕から見ると、お前何はめえこと言ってんだよっていう、お前何に舞い上がってて自滅してんだよって思うことの方が多いですね。まあ、いろんなパターンがある。この間見たのは編集部の連絡ミスだったんだけど、まあ別のパターンとしては、
編集部から企画のリテイク何度もあって、でそれで疲弊する、原稿のリテイクがあってそれで疲弊する、あとそうね、編集者が連絡を放置すると、放置して、でその間に何にも連絡が来ないっていう風にパニックを起こして、んで壊れる、でその逆に作家の側が毎日のように編集者の方に電話を入れて、行き詰まってるんですけどどうしたらいいでしょうかっていう風に相談の連絡をする、まあそういう その連絡を相談する、でそのうちにだんだんとイルスを使われていて、もう連絡が取れない、編集者と連絡が取れなくなって、でパニックを起こして壊れる、まあ大体そういうようなパターンで、そうやって消えていくっていう、そうやって自滅していくんだよね。でこれ最初の何年か、1年か2年か、あそのぐらい、はもう最初の何年かはそういう目に遭います。でそれからやがてそういう放置されることってのはなくなってくる。なぜなくなってくるのか、何年もやっているとそのペイペイじゃなくなるからだよね。こういう放置されたり連絡がなかなか来ないっていうのはどうなのかって、なぜそんなことが起こるのかっていうと、著者の自己認識と客観的な編集部的なその認識が大きく齟齬があるってこと、それが一番です。新人賞を受賞するのはまあ多分大抵の場合初めてなので、新人賞を受賞するのは著者的にはすごく大変だったと。ねえ、著者的にその自分の周りに新人賞を取ったこともないので、俺ってすごいって思うんだ。ところが編集部の側にしてみると、その新人賞を受賞した作家、受賞した程度の作家のさ、仕事の優先順位って低いんだよ。なんでかって言ったらさ、小説の新人賞のを受賞した程度の作家って入って捨てるほどいるから。毎年新人賞年に一遍やってるんだからさ、毎年毎年いるわけだ。で、そうすると著者自身は、あ、俺すごいと思っていても、編集部的にはまあその他大勢何十人いるかの一人にしか過ぎないからさ、あ、まあちょっとあと、もうとりあえずまず急ぎのこう、この人の原稿か、なんとかしてとりあえずこれで数字出さなきゃ、そうなるよね。鈴木喜一郎小説講座、こうほぼほぼ毎年次々と新人賞の受賞作家が出てる、新人賞を受賞してる。え、これはまあ受講生が頑張ってるということもあるけれど、一番の大きな、これだけ毎年新人賞のを受賞してる一番の理由は、新人賞の数が多いということよ。だから毎年のように新人賞の受賞作家が出てくる。うちのような鈴木喜一郎小説講座のような岐阜の片田舎でささやかにやってる小説講座でさえ、こうやって毎年毎年受講生が新人賞取ってデビューしてくるんだからさ、そらやっぱ
全体考えたらすごいことになるよね。新人賞を取ったそこのあなた、大事にしてもたらってないっていうのは、容赦のない言い方をしよう。そのうちの担当の編集者は僕を大事にしてくれない。当たり前だよ。大事じゃないから。まだ大事じゃないから。吐いて捨てれば、吐いて捨てるような、どこにでもいるような作家だったら、それはもう大事には扱ってもらえない。何年かやって、それなりに実力をつけて、数字を上げるようになって、この人の原稿とりあえず押さえとかないと数字上がんないよな、編集部のノルマ達成できないよなとかっていうぐらいの作家になったら、はようやくまあそれなりには扱ってもらえるけど、ということなのよ。だから頭一つ抜けるってのは大事なんだよね。で、新人賞を受賞した作家でさえそうなんだから、その拾い上げの賞の類はあるよね。いろんな言い方をする。隠し玉という言い方をするときもあるし、金賞という言い方もすることもあるし、読者賞とか奨励賞とか、いろんな言い方があるんだけど、要は発掘経費がかかってないものだったら、発掘経費がかかってないからもっと見捨てられるの簡単だよね。新人賞でさえ取ってないんだからこいつとかっていう、そういう扱いになるのは当たり前なのでね。で、まあこれに対するそのなんていうのかな、こうレスポンスが遅かったりすることに対する対策ってのは、よくどうしたらいいのとかっていうことをよく聞かれるんだけど、どうしたらいいのっていうよりも、まず君何やってんのその間っていうふうに聞き返すと、大抵何もやってないよね。ただ待ってるだけ。編集部からの連絡を待ってます。だからさ、待ってる間にその自分が出した企画が通るかどうかわからないんだったら、次の企画を立てる、次の取材をする、全然別の作品をとりあえずこう作っておく、組んでおく、プロット組んでもいいし、書いてもいい。で、こう、出版社っていくらでもあるわけだから、で、新人賞もいくらでもあるんだから、一とこで通ってそこがどうもこう扱いがきついよなっていう風だったら、サクッと、シフトチェンジできるように、とりあえず次に出す、別のところで、応募するような作品も一応準備をしとく。そういうリスクヘッジって大事だったりするからね。で、あとやはりあれだね、こういうその自滅するタイプの人って共通しているのがさ、誰にも相談しないっていう、ことはある。デビュー前の人間が相談する相手なんかいないじゃないかっていうような声が聞こえてきそうだけど、我々の頃とは時代が違う。
小説講座に通うという手もあるし、小説講座だってプロの作家がやってる小説講座なんてパパッと考えだけ、パパッとさ、その検索かけるだけでもいくらでも出てくる。デビュー前でそうやってこういろんなことを教えてもらってく、先生に教えてもらうという手もある。あとその作家にハガキでファンレターを書いて返事をもらうようにあれこれ工夫してんでもらったら、それからこういろいろ手紙のやり取りをしてなんていう、そんな時代じゃない。僕だけでもさ、 YouTube、Facebook、Twitter、X、スレッドで自分とこのホームページがあり、メールアドレスを公開してるし、 YouTube のコメント欄も必勝あのこう非表示になってるけれども書き込めるようになっている。YouTube の場合だったら質問ボックス、匿名の質問ボックスも用意してる。 X でコメントつける、レスつける、そういう方法もある。いくらでも方法、何通りでもいくらでも方法がある。僕は X ではマシュマロは使ってないけれど、マシュマロや質問箱を使って質問する、それを受け付けてる作家さんもいる。そっちに質問するといってもいくらでもある。やる方法はいくらでもあるけれど、大抵こういうことを文句を言ってくる人はどこにも相談をしない。もうハンデをしたようにそういう共通点はあるよね。一人で悩まないのは大事ではある。まあ本当に何十年も前からそういう風だけどね。まあうちもいつでも、僕のところはいつでもウェルカムでやってはいるんだけれども、やってはいるよな。ただあれだよな、消える作家っていうのはやっぱりね、名刺交換してると分かるよね。こうそう名刺を交換してよろしくねって言って、そう甘いよ、そうやっぱさ、これこの収録今夜やってます。夜やってやっぱりどうしてもさ、口調が厳しくなし暗くなるよね。よそよそよそこの番組へのお便りご質問を募集しています。 Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、オーリエモの新人賞など圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube をキーステーションに、サウンドクラウド、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。
ということで、今日の、小説家鈴木喜一郎小説講座の放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。